ライフォースの池田です。おしゃべりマシンガン福岡の街を熱くするぜ、イエーイ。福岡の未来を盛り上げめ。はい、始まりました。はい、始まりました。ラッツァです。はい、こんにちは。はい、今回のテーマは筋肉。おそして先日行われたエレガントコレクションの中で筋肉パフォーマンスをしてもらった方々にお越しいただきました、うん、はい、どうぞご紹介を、ね、していただきたいと思います、はい。エレガントプロモーション所属の宇野亮太です。お、よろしくお願いします。サマースタイルアワードっていう大会に去年出て、うん、でまた今年もそういう筋肉のコンテストに出る予定です。はいはい、はい、何月だったっけ。今年は10月の31日。10月31日、はい、じゃあみんなで応援に行きましょうかね、はいはい、ぜひお願いします。まあ、社交辞令っていうことはい、エレガントプロモーション所属の岩見勝司です。おー、よろしくお願いします。お願いします。サスケ出場と、あとはフルマラソンの公式大会に、うんうん、まあ、出て、長距離走がすごい、あ、得意なんだ。得意なんだ。へー、今年、うん、まあ、死に物狂いで追い込んで、あ、自分追い込んで、そうですね。なるほど。すごい。サスケ出場に、まあ、今年出れたら超いいかな。あ、なるほど。まあ、目指して頑張ってます。あ、頑張ってください。福岡のメンズグループアンビシャス所属してます。唯一イケメン担当します。瀬中高木です。お願いします。お願いします。定期的に月に 1,2 回ほどライブを行ってますので、はい、まあ、制限とかもあるんですけれども、そうね、はい、みんなで楽しいライブは、まあ、たまにステージ上で見ちゃって。ん？誰？なんかおりますね。某球団からですね、はい、あのソフトバンクの国母に似てるっていうことで、あの今日はあのオファーを受けて来ました。はい、今回テーマが筋肉っていうことで、筋肉、はい、なんか普段の鍛え方とか、うん、何やったっけ、そういう筋肉についてこだわりとか。あ、こだわりとかね。そう、私筋肉一応フェチなんで。あ、筋肉フェチ、ね、いろいろ筋肉にもいろいろあるじゃん。どこがいいですか。私はこう、ここの大胸筋っていうんだね。大胸筋ね。腕とか結構好きですよ。あ、好きなんだ。そうね、普段はそのまあ、なんか何して鍛えてるかとかもあれば、うん、まあ宇野くんなんかはもうそういうね、お仕事してる。まあ普通に筋トレを、うん、普通に筋トレを、うん、週今5回ぐらいですかね。週5、メニューを変えて、メニュー変えてね、メニュー変えて、そんなに人と違うことはあんまり僕はそうなんです。でもほら分からんってね、うん、こっちとしては。普通の筋トレとは、うん、普通の筋トレ。うん、時間って1日で言うと時間はでも本当に1時間ぐらい。あ、そうなんだ。1日でも本当に部位を、例えばさっき言った大胸筋とか言ったら、うん、もう本当に3種目で、はい、同じ部位を結構違う種目で追い込んであげて。あ、やっぱ追い込むっていうのはちょっとキーワードになっちゃうから、追い込むのはすごい。だから追い込むことって大事なんですね。大事、筋トレって腹筋とか筋もいるけど、なんか重さをやっぱりかけた方が良くて、あの色を見るやつか。そうそうそう。でもバランスあるじゃん、例えば前だけしてもダメとか、背筋もしないととかもあるでしょ。そうですね、背中やったりとかも、うん、そうだ、下半身しないとか。下半身したり、下半身、ちなみに弟さん
あるんですか。弟はですね、俺はウェイトは週2、3でやって、ウェイトつなオーバーベルとか、ああいやいや、そのレベルだもんね、分かんないけど、そのウェイトやって1時間ぐらい、ウェイトして、そっからランまで5キロから6キロラン走って、あラン分からなかったの絶対。いや分かった、ランニングマシン、ランニングマシン、ランニングマシン、何のホッサイマンの急に笑い出す。じゃあ、端っこのイケメンさん、そうですね、イケメンさん、はい、イケメンのこだわりはやっぱり家でできるトレーニングっていうのを、ね、基本的にメインにしてまして、やっぱり家にあるものって何でも筋トレの道具になっちゃうんですよね。例えば10キロの米を買ったとして、でお米を買って帰り道、これダンベルなんですね。そういうことか、はい、絶対やってない日常生活のあらゆるものを使って、ありとあらゆるものが道具になっちゃって、例えば家 のドアとかあるじゃないですか、うん、ドアのちょっとチュンって出たところ、あチュンある、チュンある、そこに指を置いて上げれたら、それ気持ちになる。壊れたりとかしない？壊れちゃうし、壊れそうよ。いや、それで壊れたらもうすぐに不動産になる。あ、不備だよね。不備で。でもイケメンは違いますね。あ、違うね、やっぱり。いや、でもこれ非常に効率悪いんですよね。一番いいのはやっぱり専門的な知識を持った人のところとか、まあやっぱジムに行ってとかがいいのかな。一番いいんですけど、やっぱり時間ない人もね、おるしね。そうですね、家でやっぱそういう、はい、ちょっと今ね、いろいろね、話聞いてきたんですけど、そう、ね、やっぱどうしても話だけじゃ筋肉の動作とか、分からん、分かんないじゃないですか、実際見ないと。そうだよね、ちょっと対決をしてもらおうかなと思います。なるほど、アブローラーで、対決していこうと思います。最初はじゃあイケメンからいくか、やっぱ行きます、やっぱイケメンからのがいいよね、はい、じゃあお願いします。じゃあ末永くんお願いします。これは1、今まで1、じゃあ待って、1回ですよ、1回ですよ、1回、はい、じゃあ岩見くんお願いします。3、力入る、
あれ？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 さほどなかったじゃん。あれ？さほどない。あれ？なんか。ちょっとおじちゃんがいる。はい、次は、うん、出たて対決。おー、出た対決。よっしゃ、さあ行きましょう。さあ、誰ができるのか、何回できるかね、はい、うん、みんな準備はいいですか？誰？じゃあ様でした。いや、すごかった。やっぱ違う。違うん、じゃあ結果発表をやりたいと思います。うん、まずこのコロコロ、うん、コロコロのやつは、ちゃん。言えて名前は。ごめんなさい。岩見くん、おわ、おめでとう。すげえ。すごかった。で、腕立て対決。腕立て。うん。ドゥル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 。じゃん。スヤラー。おお。スヤラー君。腹立つわ。おめでとう。すごかったね。スヤラー君の腕立てね、本当に。やばかった。びっくり。うん。びっくりしました。最後まで動画見てくれてありがとうございます。はい。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。バイバーイ。はーい、お疲れ様でーす。アウトゴーイング、おしゃべりマシンガン、山北渡る。I'll be back.